おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和5年12月26日でございます。ひろみさんのね、インスタのアカウントちょこちょこ、最近すごく頻度、すごいいい頻度で更新されてるんですけど、ひろみさん、あれなんですね、ひろみん個人のアカウントと、広場の格納建ての秘密基地の方のね、アカウントと2つあるのをちょっと今まで分かってなかったんですけど、ひろみんの個人アカウントの方でね、更新されてたんだっていうのを最近知ったんですけど、あ、ユージンさん、おはようございます。ひろみんの個人アカウントもすごい素敵っすね。先日ね、茂木耕作美空研究所オンラインサロンの、あ、ひろみさん、おはようございます。ひろみん、おはようございます。ひろみんのね、個人アカウントの方で、この海空研究所の、AI で作った研究所ソング、研究所ソングってあるんですか？ 聞いたことないんですけど、多分ジャムステックにはないんじゃないかな。ジャムステックソングあるのかな、わかんないですけど、そうそう、海空研究所ソング作っていただいたじゃないですか。あれはね、ひろみんの個人アカウントの方だったんですね。あっちでね、シェアしていただいて、本当なんか、そう、改めてね、ありがとうございます。そして今日のひろみんの投稿はですね、なおくんの、高校時代ってことなんですかね、お弁当集。いや、あれ、なんていうか、俺すごい、いわゆるキャラ弁とかさ、映えるやつとかさ、あんまり、僕もあんまりそっちに、なんていうかピンときてなかったんですけど、あれいいですね。なんていうか、見栄えじゃなくて海のものと山のものを入れるっていう、そのこだわりの結果がこれであるっていう、見た目じゃない中身がちゃんと見える、でも結果その伝えるメディアとしては写真なわけで、それなんか俺すごくいいなと思いましたね。なんて言うんでしょうね。なんでいいと思うんだろう。すごい、単純に好感が高いっていう、好感度高いっていうのも変な話なんですけど、わあ、可愛いじゃなくて、わあ、綺麗でもないっていうか、そこで喜ぶことに関心は実はあんまり正直ね、わかんないんです、僕も。これなんでなんだろうね。なおくん自身もね、俺の弁当に彩りは必要ないみたいな。もうちょい言い方って思いましたけどね。いや、でもなんかすごい感覚わかるなぁと思いましたね。でも、一方で、じゃあってことでもないのかもしれないですけど、ひろみん個人が、弁当を作るときに、弁当を作るときに、海のものと山のものを入れるっていう、原理原則ですかね。原理原則っていうのか、貫くものがあるっていうのが、それがね、なんかやっぱり一番愛情を感じると言いますか、嬉しいもんだろうなと思ったりしましたね。それもこれもなんか我々サロンもですね、海のものとも山のものとも一向につきませんけど、なんかその相変わらずね、海のもんですか、いや違います、もう山のもんですか、いや違いますっていうね、どっちでもなさそうなんですけど。いや、でもなんかそういう原理原則にこだわってる人が、こういうことなんだよね、ここに軸があるんだよねみたいなことを、共有してくれた時に、それに対してなんていうか喜びを感じるというか、あ、それいいっすねってなれるっていう中ではありたいですよね、お互いね。いや、なんかなんていうの、いわゆるバズるもんでもなければ、映えるもんでもなければ、なんかそれと対極にね、逆張りすればいいっていう話でもないんでしょうけど、そういうのが評価されるっていう状態の中で、あえて自分の評価軸を大事にしてたってことでもあるのかなと思ったりして、すごいなんか、ハッとさせられるというかね、自分にとってこれは何だろうなと思ったりしましたね。別に僕はね、毎日弁当作ってる立場じゃないんで、なんだろうな、自分がやってることで、
いわゆる世間的な評価軸だとか、知名度だとか、なんでしょうね いわゆるこう世の中における評価が高いっていうのはこれなんだけど、まあ自分ではあんまりそれに沿おうとは思ってなくて、あえて大事だとすればこの辺かなみたいなことが多分みんなそれぞれあるんだと思うんですよね。まあたまたまその世の評価軸と自分がやりたくてそれを大事にしたいっていうことが合う人はそれでいいと思うんですけど、まあ大概多分そうじゃないんですよね。で、そうじゃないんだけど、自分で見つけるのも結構大変な話で、自分の評価軸、あ、俺ってこういうことをうまくできるとすげえこう自分の評価が高くなるっていう、なんかその軸がね、なかなか見つかんないもんなんだろうと思うんですけど、それが、だからまあ、ヒロミさんにとってはね、例えばお弁当作るっていう、なんていうか、そんなに特別なことではないというか、多くの人が他でもやっていることではあるけど、ひろみさんはそうなんですねっていうのがすごく なんていうか明確ですよね。なんかああいうものだと思うんですよ。ああいう軸がみんなそれぞれ見つけれるかどうかっていうことなのかなと思ったりしましたよね。うん、いやまあなんかそこまで深い話をしてるっていう意図じゃないのかもしれないけど、ただまあ僕はすごいなんか、なんていうか、キャラ弁じゃないよね、あのバットの感じとかね だけど、その武骨でもない、ただ単に武骨でもない、全く飾りませんよでもないっていうかさ、そのあえて言うなら私はこれを大事にしてますが、ちゃんと出てるっていう。で、そのいわゆる映えじゃないけど、自分なりの見た目としてはこれが美しいと感じているっていうことだと思うんですよね。なんかそれがね、すごいいいとこって言ったらあれですけど いや、なんか、すごい響きましたね。なんかね。いや、ぜひね、皆さんも、ヒロミのね、個人アカウントの方なんですけど、インスタグラムの、まあ、フェイスブックの方でもシェアされてましたけど、ぜひ見てみてほしいなと思います。ひろみおはようございます。川明さんおはようございます。阿部ゆきかさんおはようございます。あ、ちょっと待てよ。あ、そうだ、川明さん、昨日ね、話題のどこでって言ったら、もうこのサロンの中だけなのかもしれないですけど、GPS トラッカーのね、計測結果面白かったっすね。あんなに細かく、しかもそのゲームごとで前半後半とか、そのポジションごととか、まあポジションはさ、自分で記録してるんだと思うんですけど、やっぱりなんかその、ね、数値はもちろんね、機械使えば、ある程度のこれが出せる、あれが出せるってあるんですけど、まあ例えば自分が、このポジションをやってる時にこうだったっていう、その対応をつけるっていうのは結局解釈が入るので、まあ、誰が使うか次第でデータの価値がすごく変わるっていう、すごくいい例だなと思いましたね。で、ちゃんとなんかスプレッドシートにまとめてくださって、いや面白い、なんていうか、まあ、まだ1回ね、1日分のデータなんで、まあそれだけでも結構分厚い話になってましたけど、これは楽しみじゃないですか。あれ、どんな風にこう解釈できる状態にいずれ育っていくのか分かりませんけど、これはなんか蓄積のしがいがあるというか、まあ、その速記自体もね、素晴らしいんだと思うんですけど、いや、なんかそれこそね、サッカー IQ が高いタイプの人がね、一番向いてる評価軸を見つけられそうなね、気がしたりしましたよね。個別のね、スプリントだとか最高速度だとかカバー率だとか、なんかその個々の、数値が具体的にどのプレーをどういうふうに反映させてるかとかっていうのは、まあ、ちょっとまだね、僕は正直よく分かってないんですけど、でも、まあ、それぞれね、本人はなるほど、自分としてはまあ今日のこのコンディションで、こういう意図で動いた結果、数値としてはこうなってるっていう、で、それにギャップがあるのか、一致があるのか、まあ、それぞれあると思うんですけど、
でね、まあもちろんゲームなんで勝った負けたもあるし、スピードだけじゃなくてさ、結局、まあゴールを決める決めないは自分だけでは決まらない話だから、もちろんね、チームメイトの問題もあれば相手のコンディションもあるだろうしっていう話ではあると思うんですけど、まあでもなんかそのああいう数値化って何がやっぱり見る世界変えてくれるのかなっていうと、その自分の課題と、チーム全体の課題と、まあ、要するにチームメイトですね、だから連携みたいな話とか、自分の課題と相手の課題をこう切り分けるっていう意味では、まずは自分はここをやれることもうちょっとできるよねっていう部分を見つけ出すっていう意味では、チームスポーツってそれがすごく難しいんだと思うんですよね。その、なんていうか、悪い文脈でいけば相手のせいにもできちゃうし、いい文脈であっても本当に自分の力で、良き達成が得られたのかどうかはよくわからないってなると思うんですよね。複数でプレイしてて結果的にそうなってるっていうことだから、偶然かもしれないじゃんっていう話になるとね、まあ、たまたま自分のところに、自分のいたポジションに、まあいいチャンスが巡ってきたのとか、それはいいアシストを相手がしてくれたからなのか、まあ、自分がうまく意図して動けたからそうなったのかっていうのが、なんかね、まあ本当はあるはずですよね。で、熟練のコーチだとか、熟練の指導者の方々っていうのは、多分、そういう切り分けっていうのを、まあデータをもちろん持ってるのかもしれないけど、経験上分かってるんだと思うんですよね。これは、まあ、その風にも周りからすれば見えるかもしれないけど、あくまでこの人の課題と。いや、なんかこの個人としては頑張ってるんだけど、チームとしての課題としてうまく機能してないみたいなことをちゃんと切り分けれてるんだと思うんですよ、その経験値の高い人っていうのは。ただまあ、当のプレイヤーの視点からすると、まあ、ゲームの中で集中してたり一生懸命やってたりすればするほど視野は狭くなっていくし、そのどっちの課題なのか切り分けるってすごく難しくなっていくんだと思うんですけど、いや、なんかああいうデータはね、なんかその見てすぐにね、切り分けれるかって言うと、まあそうじゃないんでしょうけど、なんか可能性をすごく感じさせるというか、これはすごいなと思いましたね。なんか想像してた以上の、なんていうか、ね、分厚いものを感じるというか、いや、なんか、すごく続きの回が楽しみになるというか、その連載漫画じゃないですけど、要するにあれ続くってなってるんですよ。データの最後で言ってることは、要するに1ゲーム目こうだった、2ゲーム目こうだった、3ゲーム目こうだった、続くって言ってると思うんですよね。で、もう次回が楽しみでしょうがなくなるっていう感じのね、数値だなぁと。要するに、まあその分だけこう、なんていうか単純じゃないっていうことでもあるし、じゃただ複雑なだけかというとそうじゃなくて、紐解いてったらいつか分かるんじゃないかっていう期待感がちゃんとないと面白くないと思うんですよ、連載漫画としては。 まあ舞台設定は分かった、初回で分かりたいところですよね、連載漫画の初回で、まあ要するにどういうゲームなのねと、なんかこういうことがしたいのねっていう趣旨と意図がちゃんと分かってるってことがつかみだと思うんですけど、もうそれでいくともう完全につかまりましたよね、昨日のデータはね。いや、なんか練習のなんていうか充実感というか、そういうのが現れているのかもしれないですし、いや、なんかすごく面白いデータだなと思いました。本当にありがとうございます。いや、なんかこれはしつこくすがってねだってみてよかったなと思いましたね。 いや、なんかなかなか共有されないデータだと思うんですよ、ああいうのってね。そのあくまで個人で、まあ使ってみて自分の解釈のために見るもんなんで、まあプライベートなもんですよ、少な、なんていうか極めてね。であんまり外に出してどうなるもんでもないし、
まあ、それで僕らが共有してもらったからっつって、僕らが何できるかっつったらあんまりないんじゃないんですけど、まあせっかくなんでっていう感じですよね。共有するモチベーションがそのよほどあるかっていうとそうじゃないけど、まあここのサロンの研究の、一環としてっていう文脈で、一応なんかデータっぽいもの、いろいろ記録っぽいもの、いろいろみんなでシェアして残しとこうと。まあ後で何か生まれるかもしれないじゃんっていうぐらいのふわっとした文脈です。それこそ海のものとも山のものともつかない状態ではあるんですけど、いやでもなんかすごく可能性を感じさせる数字というか、続きが楽しみですね。なんかね、練習が楽しみになる感じしますね。それこそね、モチベーションを上げるための一環でもあったと思うんですけど、いやこれはね、それこそ本人の、まあエモーショナルな部分というか感情的な部分とかもね、まあ要するにトラッカーで測れない部分ですよね。そういうのもなんか記録としてはすごい大事なのかもしれないなと思ったりしましたね。よかったらね、まあ今日の練習に対して、まあ体が重い軽いとかっていう、まあ、主観的な部分ですよね。とか、気分が乗ってる乗ってないとか、まあ僕もね、よくその、ぼっちバスケやるときに、書いてるんですけど、気分が安定してるか、要するに下がり気味なところをスッキリするためにやるっていうスポーツもあったって全然いいわけじゃないですか。あるいはその部活なんで、上がろうが下がろうが、とにかく練習時間が決まっててやることになってるみたいな場合もあるかもしれないですけど、でもそれって記録されないんですけど、僕すごいメンタルの記録って大事なんじゃないかなと思ってて、本当に安定してんのかと。例えばそのね、前日何かしらこう思わぬことがあってね、なんかすごいモヤモヤしてるとかさ、なんかいろいろ気になっちゃってるとか、そういうのがあるんだったらあるんで、なんか記録しておくことの重要性ってすごいなんか僕は感じるんですよね。それはなんか影響せずに数字が変わらないんだったら、それはそれですごくハッピーなことですし、どうやらこれ影響を疑われるなって見えてくるんだったら、それはそれで、単純にそのフィジカルな強さとか、テクニカルな反復を求める練習とかっていうだけじゃなくて、場合によってはシチュエーションとしてはやっぱりこうメンタルがこうなるリスクも考えた上で、そのメンタルがもし仮にそうなった場合のケアってどういうふうに考えるのかとかっていうのも、これ結構練習の一環としてね、割とヘビーな要素になってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれこそね、このサロン内は結構コーチングを学んでらっしゃる方が多いんで、それこそ奈緒君とか由佳さんとか、ゆきかさんとかね、専門のところかもしれませんけど、その自分でどうにかできなくなった状態で他の人の助けを借りるっていうよりは、なんていうか、自分で最低限こう記録できるものを記録して、これそろそろひょっとすると人の手を借りるっていうことが大事な局面かもなっていうのを、なんていうか、自分である程度こう把握したり診断したり、頼むにしても頼んだ人に対してどういう状態ですっていうのを、データとか数値とかこう過去の文脈を持ってお願いできるみたいな状態を整えていくみたいなのは、やっぱり記録がものを言うじゃないですか。そういう意味ではなんかすっごいいいデータセットになるんじゃないかなというね、すごく期待感ありましたね。すっごいワクワクしました。なんかギラギラしますね、今ね、俺。大好きなんですね、ああいうデータが。いや、本当ありがとうございます。もうよだれ出ましたね。パッと何気なく投稿してくださったと思うんですけど、ドバーって出る。見た瞬間、よだれが出ちゃってましたね。すいません。本当に。いや、でも本当にありがとうございます。阿部ゆかさん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。小山愛セミナーを元ネタにしてですね、昨日、モテ作なりの現時点の理解はこうですよっていう、あえてね、ぼっちセミナーを勝手にやってですね、まあ、20分ほど喋って、
まあ、愛さんのためにスライドをこんなデザインはどうかなみたいなのをいくつか作ってたじゃないですか。で、まあ、あれはあれで、まあ、その案なので、その愛さんがどこをどう採用するとかしないとか、まあ、それ自由だなと思いながら勝手にやってたんですけど、そうこうしたらなんかすごく乗っちゃってですね、まあ、一個ネタができちゃったんですね。なんかその漫才みたいに言ってますけど。ネタができちゃったんで、あ、これはここまでで区切ってこの感じで、セミナーっぽいんじゃないかな、オチも見えるし振りも見えるし、まあ大きな山場2つ作ってオチがこことここみたいな感じでね、なんとなくできちゃったんだよね。できちゃったもんだから、喋ってみたらすごく自分でも、なんていうか、長年モヤモヤしてたことがね、すごくスッキリして、ということでね、YouTube の方に投稿してあるんで、よかったらね、見てみてくださいませ。あれはね、小山愛師匠の、まあ、なんていうんですか、まあ、それモチーフにはしてるんだけど、まあ、そのうちの、ごくごく一部、僕としてはここだけを抑えた方がいいなと思っている部分っていうのをスピンアウトさせたっていう感じの、まあなんか、あれも一種のサイエンスカフェだなと思ってですね、まあ20分ほど喋ってみたっていうね、まあ、スライドが先にできて、話が結果的になんか湧いてきちゃったみたいな感じなので、そんなになんていうか、力んでないかなと思うんですけど。面白かったですね。で、まあ、そのいわゆる、まあ、食用油の洗濯問題みたいな話ではあるんですけど、なんかやっぱり健康だとか栄養だとか食生活だとか、まあ、その辺って長年こうずっとそれこそ上辺をなぞってきたんで、諸説ありにこう散々こう振り回されるというか、結局なんかどれも違う感じがするし、どれもそうなのかなとも思わされるし、なんかこれがいいらしいよで、そのサプリ取ってみたりでやめちゃったりとか、これ食べた方がいいらしいよで、ちょっと食べてみたけど、なんかよく、何のためにそれしてるのかよく分かんなくなっちゃうみたいなね、なんかそういうことのこう右往左往の繰り返しだったんですけど、まあ愛さんが来てくれたおかげでですね、やっぱりなんかまあ、愛さん自身はね、だしのアミノ酸っていうところから立ち返って、まあ、体とは何なのかっていう、その原理原則から、栄養とか健康とかを考えてるっていうことだと思うんですけど、それでね、なんか、やっぱ改めて思ったんですけど、それこそ本当に原理原則に少しずつこう、僕自身も目がちゃんと向くようになったから、今回のね、その食用油の選択みたいな話っていうのも、すごく腑に落ちつつあるんだなっていうのが、なんか喋ってみてすごい分かりましたね。いや、まあ、なんか、全然さ、まあ、言っても気象学者なんで、栄養学に何の知識があるのって話でもあるし、なんでそんなことを、セミナーっぽく喋れる、どういう立場なんですかみたいなのでいくと、何とでも言えるんですけど、いくらでも突っ込みどころあるんですけど、いや、だからこそなんか、勉強してるんですよっていうことで、その勉強の途中経過なんだけど、でも上辺の話じゃなくて、あくまで原理原則が何なのかを知りたいですっていう話としては、なんか他の分野でもいろいろ話せそうだなと思って。え、なんかすごく良かったですね。なんか愛さんのおかげで ここに来れましたみたいな感じですよね。なんかこういうことをサロンの中でやった方がいいなってずっと思ってたんだけど、いまいちね、ピンとこないまま1年過ぎちゃってたんですけど、ようやくたどり着けた感じがします。なんかつかめたなと思って、すごい喋って面白かったんでね、是非皆さんも聞いてみてください。よかったね、ご感想もお待ちしております。まあね、その素人でも全然専門外であっても全然未完成であっても分かってなくても喋れることはあるよねと、で伝えれることはあるよねと、だからそれって
正解がこうだっていう話じゃなければ、その枠組みからこう外側に出ちゃえば何とでも話せるんですよ、ね、表現の自由ですから何とでも話せるっていうね。その枠組みで喋れると何でも喋れるなと思いましたね、うん、いや非常に面白かったです。よかったらね、愛さんの監修もお願いしたいなと思ったりします。佐藤奈君おはようございます。山田友人さんおはようございます。友人さんがやってる最近ね、ゲームがめっちゃ気になってます。何ですかあれはゲームのタイトルだけでピン全然ピンで何をしてんのかが分かんないですけど、なんでそれをしてるのかどう面白いかも何だったらちょっと気になってますね。デイリートラッキングしれっと入ってるんですけど、うん、あなるほどとちょっと気になってます。中村周平さんおはようございます。寺井修香さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。いやなんかいいじゃないですか、ペイントラッキング進化してんな、目まぐるしく進化してるな、ね、目まぐるしいって進化とはつながらないか、なんていうか目覚ましいと言うべきなのか、目まぐるしいと言うべきなのかよくわかんないけど、あこう来たっていうね、なんでそのリンク貼ってんのかなみたいな感じもまあその出落ち感もありましたけど、非常に面白いですね相変わらずね。ありがとうございます。なんかペイントラッキングで非常に笑えるっていうのもなんか変な話なんですけど、何なんですかね、ある種の、ね、新しい自虐ネタみたいな感じにね扱われてるのかもしれないですけど、いやでも本質すごくちゃんとついてるところがあって、事実のファクトの積み上げでもあるから、なんか新しいよな。これもだからなんていうか、世間の評価とは全く違うところで自分の軸があるっていうことの一つの表れのような気がしましたけどね。本当面白いですね。ありがとうございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全くんかんくんおはようございます。砂塚森田さんおはようございます。ということで、今日も皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。ひろみんありがとうございます。友人さんありがとうございます。じゃあねー。